どうもよろしくお願いします。高倉和也です。ゴジラ映画の見どころを語る動画、ゴジラ映画ここを見て、今回もよろしくお願いします。 今回は「ゴジライコール芹沢博士の生き量説」ということでまあこれまでですね「ヘドライコール人魚姫説」とかですね「五穀世獣」と「GMK ゴジラ」を日本の神々や音量の概念で考えてみた動画などを投稿しているわけなんですけれどもこの動画もそれと同じ方向性といいますか既存のゴジラ作品をちょっと違った視点で見てみようというお話でございます。まあ、息霊とといますと いわゆる普通の幽霊とは違いまして生きている人間の魂が強い恨みであるとか思いによって抜け出て動き回るものですけども初代ゴジラはこの生き霊すなわちセリザワ博士のの魂が怪獣ととしして具現化したもでではないかといかうお話ですこの動画は初代ゴジラが芹沢博士の生き霊であるその根拠をお話しした上でその視点で一作目のゴジラの物語を振り返っていくという内容になっております。 ということで最後までよろしくお願いいたしますではまず初代ゴジラが生き量であるというその根拠をお話ししていきます最初の根拠はゴジラとセリザワ博士両者の類似性ですこれはゴジラがセリザワの生き量であることの根拠というよりはなぜその考えに至ったのか まあ、つまりセリザワとゴジラの類似性この類似する理由として両者が生き量という形で結びついているという答えを想定するというですねまあ要は本題に入る前の前提になるお話ですさてセリザワとゴジラですがこの両者はそれぞれが置かれた境遇というのが非常によく似ています戦争によって目を負傷したセリザワと戦争のための兵器水爆で体を焼かれたゴジラ ま共に戦争という同じ原因で傷を負っただけでなくですね、その傷が元で人生を狂わされたことも共通しています。また、自宅に引きこもり、世間との関わりを絶ったセリザワと、安住の地を追われ地上に現れたゴジラは、作品内の世界で居場所がないことも共通していますよね。そして、ゴジラが生き続ければさらに日本あるいは世界に被害をもたらしてしまうように、 セリザワをまた生き続けることでいつか自分の発明を兵器に利用されてしまうであろう世界を脅かす存在でもあるわけですこのようにセリザワとゴジラには置かれた状況を負った傷などいろいろな点で共通点があります これらはこの後話すゴジラが生き量であるという話とはまあ矛盾する部分も出てくるんですけれども、まあ、とにかく大事なことはですねゴジラとととが非常によく似た存在でであるということです。さてそれではこの両者がよく似ている理由としてゴジラは芹沢博士の生き量であるという説を立ててその根拠をお話ししていきます。1つ目の根拠は芹沢の感情とゴジラ出現タイミングの関連です。 劇中でゴジラが出現する場面は事細かに数えると8つありまして映画最初の栄光丸およびビンゴ丸襲撃の場面そして大津島での台風を伴った上陸その後山根博士らの調査団の前への出現新聞報道で言及される船舶の襲撃とそれに対する爆雷攻撃の場面夜の東京湾への出現 品川への初上陸そして芝浦沖から二度目の上陸そして最後の沖キシデ,デストロイヤーでの絶命場面ですこれらゴジラの出現場面ですが実はそのいずれの場面でもセリザワの感情を大きく揺さぶる出来事が起きているんですねわかりやすいところで言えば大戸島の調査に向かう山根博士と恵美子・尾形らが出航する場面ではセリザワは彼らを見送りにやってきています もともと周囲からは結婚するものと思われていた、まあ、元許嫁であった恵美子とですねその恵美子と現在恋愛関係にある緒方が一緒であることをその目で見たそのことによる嫉妬や悲しみを芹沢が感じたであろう場面の後ゴジラは大戸島で出現しています。また品川上陸の直前の場面では芹沢は自身の秘密の研究を記者に嗅ぎつけられさらにその研究を恵美子だけに見せています。 このようにゴジラ出現に先立って芹沢の感情が乱れているという前提で見てみると劇中のゴジラ出現場面では必ず芹沢の感情が前兆として乱れていると言えるんですね。 古典文学の世界では強い恨みなどの感情を抱いた人の体から魂が抜け出て生き量として他者を呪う取りつくなどの話がありますがこの文脈で考えると芹沢の感情が大きく動く出来事が起きた時その体から抜け出た魂がゴジラとなって出現していると解釈できるわけです。 また古典や民間伝承の中では魂はその持ち主が寝ている間に抜け出すとする話も多いんですけれども、まあ、最近の怪談とかですねネットの怖い話なんかではいわゆる人怖系の話、まあ、本当に怖いのは人間だよねっていう話のありう的にですね本人の状態に関係なく息量を飛ばして他者を呪うなんて話もありますよね。 例えばまあ最近妙に体調が悪くてねこう夢に怖い女の人が出てくるんだよなって思っててある時ふと彼氏の昔の彼女の写真を見たらそれは夢に出てくる女だったみたいなね前の彼女全然老けてないっていう <laughs> 夢の中に出てくる彼女全然老けてないって <laughs> もう5年前の話なのにっていう <laughs> 多分元カノの中では自分のイメージがああいう若い頃で固定されてるんだろうなみたいな <laughs> そういう変な着眼点もありつつまあ,まあそういう話ありますよね。 まあ、つまりセリザワが起きていようが寝ていようがまたセリザワ本人の意思とも関係なく魂が生き霊として抜け出てゴジラになるという解釈は成り立つと思いますまたおそらくセリザワの生き霊はゴジラとして出現する以外にもですねいわゆる一般的な生き霊のようにある人物に取り付いていると考えられると思います 具体的にそれが誰なのかまた例えばセリザワの登場より前の映画冒頭の栄光丸襲撃でのセリザワの感情の動きはどうなのかとかそのあたりはこの後ストーリーを振り返る中でお話ししていきます。とにかくゴジラ出現ととセリザワののの感情変化には関連ががあるというのが最初の根拠です続いて2つ目の根拠となるのはゴジラとセリザワの画面に登場するタイミングです。 実はほぼすべての場面でととゴジラはは同同じ場場面に同時に時登場することはありません。例外となるのは映画のラストの「オキシジェン・デストロイヤー」使用場面と2度目の上陸の際テレビ画面越しにゴジラの襲撃を芹沢が見ている場面の2つですより厳密に言えばですねテレビ画面越しに芹沢とゴジラが同時に登場する場面というのは同じ場所に存在しているわけではないので例外とは言い切れないかもしれないですね。 では他の登場人物であればどうかというと例えば山根博士や恵美子緒方や新吉などですね主要なキャラクターはほととんどゴジラと直接遭遇しています。それに対して芹沢はゴジラが登場する場面では現れることがなく逆に芹沢が登場する場面ではゴジラが出現しないんですね。このような、 2つの劇中キャラクターが同時に登場しない状態というのはいろいろ解釈の仕方があると思いますが一番わかりやすいのは両者が同一人物あるいはそれに類するものであることを示すという意味合いではないでしょうか。 ジキル博士とハイド氏のような一人の人物の二面性まあ俗に言うところの多重人格と言われるような状態を表していると考えることもできますしゴジラとセリザワの類似性というものを踏まえるとドッペルゲンガーのような自分によく似たもう一人の自分が自分の預かり知らないところで目撃されるといった話としても考えられるでしょう。 セリザは映画の終盤で、実際にゴジラの姿をその目で見るわけですが、ドッペルゲンガーの特徴である、自身のドッペルゲンガーを見た者は死ぬという話の通りですね、直後にセリザは命を落としますので、そういった部分からも解釈を広げていくことはできるように思います。しかし、この動画に関しては、先ほど話したセリザーの感情とゴジラ出現の関連を加味して、その出現に一際感情が作用する生き量という解釈を選んだ次第です。 ゴジラと芹沢が同じ場面にほとんど登場しないのは両者が同一人物であることを示しておりゴジラ出現直前の芹沢の感情を考えるとそれは生き量として捉えることができるということですね。ではここまでの話を一旦まとめてみます。まずゴジラと芹沢にはさまざまな点で共通点がありました。 この類似性の理由を意気量として考えたとき、その根拠としてまずゴジラ出現の直前にセリザの感情を高ぶらせる、揺るがせるような出来事が起きていること、そして第二にセリザワとゴジラが同一存在であることを示唆する、両者が同時に登場しないという点が挙げられます。それではこれらの考えの下、第一作目ゴジラのストーリーをゴジラ出現部分を軸に振り返ってみましょう。 まず映画の冒頭エイコーマルをゴジラが襲撃する場面ですこの時点ではまだ芹沢は登場しておらずこの時芹沢に何があったかは想像するしかないんですが僕の考えとしてはですね芹沢はこの時点つまり栄光丸がゴジラ襲撃を受ける直前に「オキシジェン・デストロイヤー」を完成させたのではと思います。 劇中では芹沢のドイツの友人が芹沢の研究、まあ、つまりオキシジェンデストロイヤーの研究が完成していればゴジラ対策に打開策が生まれるのではと話していたというような話が記者の荻原から語られる場面がありますがつまりオキシジェンデストロイヤーはドイツの友人が聞いた時点では完成しておらずそこから劇中で恵美子に研究の成果を見せるまでのどこかのタイミングで完成したものの正確な日付は言及されていません。 なので可能性ととししししてててはは襲撃の直前に完成いいたとしてもおかしくはないんですよねこの食事が喉を通らなくなるほどの恐ろしい兵器を発明したセリザーはそれにより大きく心を乱したはずですこの強烈な負の感情が生き量としてのゴジラを誕生させ栄光丸を襲撃したのではないかと思いますまたその後栄光丸を救助に向かったビンゴ丸もゴジラにより沈没しますが このビンゴ丸襲撃場面の直前にあるのは恵美子と尾形が連れ立って出かける準備をしている場面、まあ、つまりデートに行こうとすする場面なんですね。この場面においてもまだ芹沢は出てきませんし普通であれば尾形と恵美子の同行というのは芹沢には知る由がありませんから一見芹沢の感情を揺さぶるようなことではないように思いますしかし芹沢の生きりが一体誰に取り付いているのかを考えるとこれも不自然なことではなくなります つまりセリザワの生き霊はエミコに取り付いていて、セリザワは生き霊を通じてエミコの周囲の状況をおぼろげながら知覚できるのではないかということです。セリザワはエミコに恋愛感情を持っているので、生き霊の定石から言えばエミコに取り付いているのは自然な流れですよね。そうして普段はエミコの周囲にいながらセリザワの感情が高ぶるとゴジラとしてその姿を表すというのが基本的なセリザワの生き霊の特徴と言えます。 続いて大渡島へのゴジラ上陸の場面ではここでも芹沢の直接の描写はないんですが後に彼自身が語るように「オキシジェン・デストロイヤー」を発明してから数日間強く思い悩んでいたことを考えると映画冒頭に「オキシジェン・デストロイヤー」を発明したとすればその頃はまだその期間内つまり強く思い悩んでいる時期にあたります。 であればその感情の起伏によりゴジラが出現してもおかしくはありませんし、あるいはセリザワの中で発明したものを隠したり遠ざけたいという気持ちがゴジラを遠い洋上や大戸島に出現させたのかもしれません。さて、そんなゴジラの被害を調査するため、大戸島を訪れた山根博士らの前に出現するのが次のゴジラの登場場面です。 先ほどお話ししたように大戸島へ向かう船を芹沢が見送りに来ているそしてそこで尾形と恵美子が一緒のところを目撃することが生ききとしててののゴジラの出現っっかけになっています。また大戸島に出現したゴジラは転倒し叫び声を上げる恵美子に対し手を伸ばすような動きをしていますこの動きに恵美子を手に入れたいという芹沢の欲望が見えるように思えますねそしてそこに尾形が駆けつけるとゴジラは突然と姿を消してしまいます イキリオやその他幽霊ででもですね、幽霊が現れている場面で突然別の人が現れると幽霊は突然と消えてしまったという展開はよくあると思いますこの場面においても尾形が現れたことでゴジラは姿を消してしまったそしてそこにはですねセリザワが感じてていいるるへのの引け目もも影響しているのかもしかれません。またこれに続く船舶の襲撃と爆雷攻撃が行われる登場場場場面にもこの大戸島への出現が関わっていると思います。 手を伸ばしたエミコが叫び声を上げる、つまり明確にエミコに拒まれたことでゴジラという生き霊を通じてセリザの心は大きく乱れたのではないかと思います。それがさらに連鎖的にゴジラを出現させるという結果になり、また大戸島からの帰郷以来、山根博士の家を尾形が訪れるなど、エミコの周囲には絶えず尾形の姿があることも長期間ゴジラが出現している要因であると思います。 続く夜の東京湾への出現ではゴジラは一瞬姿姿をを見せ、すす。ぐに姿を消しますこのゴジラが出現した辺りの時間に芹沢の心を乱した出来事があったはずなんですが映画本編を見る限りですねそれに該当しそうな場面というのは出てこないんですね。 でここからがこの動画の最大の邪水になるんですけれどもこのゴジラ出現の場面直接的描写はないとは言いましたが、まあ、状況証拠と言いますか、まあ、決定的な描写というものはないんだけれどももしかしたらというふうに考えられる余地はあるんですね。ゴジラの東京湾出現に先立って山根博士の家での場面があるんですがそこには山根博士や恵美子のほか尾形と新吉も登場します。 山根博士が実質にこもってしまった後、恵美子が電気を消すと結構な暗さになることから、それなりに遅い時間だということもわかりますね。テーブルには果物を並んでいるので、もしかしたら食事の後のデザートも食べ終えたくらいの時間なのかもしれません。そして翌日になると、恵美子と尾形は共に南海サルベージの事務所にいます。時間的な関係を考えると、 この夕食が終わったくらいの時間から尾形がわざわざ帰宅してから事務所で合流するというよりも尾形は山根家に泊まって翌日一緒に出かけたと考えてもいいのではないかと思いますまた翌日の二人恵美子と尾形はですね妙に親密さが増しているというか交際の許しを山根博士や芹沢にもらおうというここに来て急に関係が進んでいるような感じがしますこれらの周辺情報からですね 本当に邪水になるんですけれども、僕はこの日、ゴジラが東京湾に出現したこの日の夜に、小形は恵美子を抱いてるんじゃないかと思うんですね。え、彼女の実家でって <laughs>、話なんですけれどもね。小形そんなところでまさか <laughs>、小形はお前すごいとこでなって <laughs> 話なんですけど、まあね、なんかね、都合のいいことに山根博士も意気承知してるし <laughs>、今しかねえって <laughs> ことかもしれませんし、 あとは、ね、新吉くん、ね、<laughs> 早くお休みって <laughs> 大田さんやけに今日は早く僕を寝かせようとしますねみたいな <laughs> いいからいいからって <laughs> なんかそんなことがあったのかもしれませんまあそうして一線を越えたからこそ翌日には周囲に交際を打ち明けようという話になっているしまた恵美子に取りつく粋りょを通じてそのことを感じた芹沢の心は乱れていくわけですね。 その後のゴジラによる被害がより過烈になっていくのも、恵美子と尾形の関係が一線を越えたことに対する憤りや悲しみが影響しているとも考えられます。瀬田は自身が住む東京にゴジラが現れたのも、瀬田の絶望感による破滅的な感情に影響されたのではないでしょうか。さて、続いてゴジラが出現するのは品川での初上陸です。 この場面の直前では言わずもがなこの出来事によって芹沢の感情はまた揺れるわけですがこの研究を見せるという行動に至る心理を考えると緒方と恵美子の関係の変化を受けて肉体的なつながりを得た緒方に芹沢ができる精一杯の抵抗というのが自分の研究を恵美子に見せることだったのかもしれません。 しかしそれによる精神の動揺そして研究を恵美子に知らせてしまった自己嫌悪からついにゴジラを都内に呼び込んんででしまうんですね続く芝浦からの上陸ではその直前に尾形は恵美子との交際を山根博士に了承してもらおうとする場面がありますね。エリザにとって恵美子がいよいよ自分から離れてしまうということも同様の原因となりますがこの場面では尾形がゴジラの抹殺を肯定する発言をしています。 量という形でゴジラと芹沢は同一存在であると考えるとこの発言はそのままセリザを亡き者ににししてしまおううというふうに受けけ取れるわけです。密かに思い続けている恵美子を失い友人である緒方には恵美子を奪われた上自分自身を抹殺される存在を否定されると芹沢が感じた結果2度目の上陸でのゴジラはこれまでにない破壊をもたらします。 芹沢の絶望と自暴自棄とも言える感情がこれらの結果をもたらしたと言えるのではないでしょうか。そしてこの2度目の上陸ではその様子を芹沢がテレビで目撃しています。おそらくその目で自身の生き量であるゴジラを見たことで芹沢の中でゴジラの出現には自分の感情精神が関係していると直感的に感じたのではないでしょうか。 だからこそ芹沢の精神に悪影響を与えているものを処分しようとしたつまり苦悩の種であるオキシジェン・デストロイヤーという発明を抹消しようとするわけですねしかしその場に緒方と恵美子が現れ発明の抹消を止められた上に緒方がオキシジェン・デストロイヤーについて知っていることで恵美子が自分との約束を保護にしたことも察してしまいますこうして度重なる絶望に芹沢が決意したのは自分自身を消し去ることによる生き量の消滅です 映画終盤ゴジラは東京湾の海底で横たわるように佇んでいます生き霊の本体であるセリザワが死を決意したことで生き霊であるゴジラの活動も弱まっているともとれる描写ですそしてセリザワがゴジラに接近するとゴジラもまた呼応するようにセリザワに近づいてきますオキシジェンデストロイヤーによってセリザワとゴジラは一つに溶け合い共に海の中に消えていく 海の向こうを現世とは違う世界と考える、まあ、日本神話であるとか日本的な仏教の考えからすればゴジラとセリザーはににあの世に消えていいったととうことでしょう。しかしその時ゴジラが一瞬海上に現れて叫び声を上げる様子からはセリザーの中にまだほんの少し残っていた生きることへの執着であるとかエミコへの未練自分自身の選んだ行動への後悔などものすごく深い悲しみが漂っているように感じられます。 以上がゴジラが芹沢の生きりであるという過程のもと本編を振り返った場合の見え方になるわけですがこの前提で本編を見ることで改めて芹沢、まあ、博士というと悪魔の発明をしてしまったことによる苦悩であるとかそういった規模の大きな理由で真理を語られることも多いかと思うんですけどもそんな芹沢もワも 普通の一人の青年として愛情と友情の狭間で思い悩んでいたそんなことも感じられるのではないでしょうかということで今回はゴジライコールセリザワの意気量説ということでお話をいたしましたぜひとも高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いいたしますゴジラ映画ここを見て高倉和也でございましたどうもありがとうございました